ドミティアヌス競技場は古代ローマ時代の陸上競技場である。ローマのカンプス、マルティウスの丘にあり、AD86 年に第11代ローマ皇帝ドミティアヌスにより開設された。カンプス、マルティウスにあった公共施設の最も北に位置しており、南隣にはドミティアヌス劇場が建てられていた。 現存する移行競技場は79年に起こった火災で焼け落ちた施設の跡地に作られており、80年に建設が決定され、82年から86年にかけて施行された。完成時にはローマで初めての常設の陸上競技を行う競技場であった。 U 字型のフィールドの長辺長さは200メートルから250メートル。階段上の観客席は最前列が、フィールドからの高さ4.5メートル、最上段の高さは30メートル。中央人員は1万5千人から2万人ほどと推定されている。これは戦車競争を行うキルクス・マクシムスより小規模な大きさである。建物はローマンコンクリートよびレンガ造りで、 表面に化粧用の大理石パネルが貼られていた。客席部の外観はフラウィウス円形闘技場のそれに似たものであった。競技場は主に陸上競技に使われていたが、217年に起こったフラウィウス円形闘技場の火災後の数年間は臨時で検討士競技が催されることもあった。帝国末期には施設の維持がかなわなくなり、 観客席部分の建物は貧しい人の住居として用いられ、フィールドは集会場のような利用されていたようである。さらに人口も激減し、競技場は廃墟となっていった。現在、競技場のフィールド部分が、ナボーナ広場となっている。移行を展示する、博物館は月曜土曜10時19時、日曜10時20時、入場料8ユーロ。ナボーナ広場は、入場無料。 ありがとうございます。